こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。ちょっと自己紹介お願いします。はい、神山田町、千曲市の神山田町に、在住しています宮坂と申します。宮坂さん、はい。そしてはい、運営のサポートをしています、千曲市の杉本と言います。杉本さん、はい。今日はそこに今フライヤーが出ておりますけど、ちょっと紹介してもらえますか。はい、ですね、今年の6月1日2日ですね、土曜と日曜になりますけれども、はい、千曲市と一部上田市、戸倉上山田温泉と上田市で、湯煙ロックフェスという、ロックを主体としたフェスを企画しております。ロックだけじゃなく、出演してくださるアーティストの皆さんはですね、はい、今回この境名城さんに来られているマリコさんを、地元のね、マリコさんをはじめ、多彩にわたる、はい、音楽が聴けるので、とりあえずロックとされていますけれども、いろいろな音楽を楽しめる1日になるかな、2日間になるかなというふうに思っております。会場はどちらなんですか。はい、会場は1日目、6月1日の方がですね、はい、千曲市の中良屋さんというゲストハウスさんで、こちら招いているの宇治木剛さん、こちらが音楽でも有名ですし、NHK の BS チャリダーという番組を宇治木さんも12年されていまして、その自転車でも有名な方なので、宇治木さんの自転車セミナーというのが6月1日中良屋さんから、セミナーを行います。でもし天気が良ければですね、中良屋さんから神山田温泉まで一緒にサイクリングできるということは、自転車も持っていかなくちゃいけないってこと？ですね、自転車のある方はもちろん自転車で来ていただきたいんですけれども、ない方は、上山田町に自転車の借りられる施設があるんですね、でそちらで自転車を借りていただくこともできますし、シェアサイクルというのが千曲市でやっております。上田市も含むのかな、そのシェアサイクルを借りていただければ、電動アシスト付きなので、中良屋さんまでちょっと田んぼがあって坂があるんですけれども、そこも簡単に楽に来れるという形になるので、もし電車ない方はそちらで借りていただければ大丈夫だと思います。はい、そしてそれと、同じ時刻スタートになるんですけれど、分かれるわけですか。じゃあ、はい、だから同じ時刻に2つイベントが同時スタートします。でもう一つが、羽賀義彦さんという方と外園和馬さんというスーパーギタリスト2人が今回来られます。でこの2人によるギター教室が、神山田町のソワーベ、イタリアンレストランなんですけれども、今は営業しておりません。そこに会場をお借りしまして、この2人の、ギター教室というのを開催します。その後ですね、会場を上田のに移しまして、会場は上田になるんですけれども、レストラン柴崎さんというところでですね、こちらのバンドのメンバーと、宇治木さんも含めて、日本のトップギタリスト、トップバンドの皆さんと一緒にセッションができるという企画があります。このセッションに関しては、もうギターでも大丈夫です。ボーカルでも大丈夫です。ハーモニカとかサックスとか何でも楽器は大丈夫ですが、自分で演奏できるもの、例えば歌いたい曲があれば、その人の歌いたい曲を一緒にセッションできるという、とんでもない企画があります。自転車のセミナーとギター教室は1時からで、上田の方は18時からとなっておりますので、はい、ちょっと移動の時間も含め、少し時間は空けてあります。参加の仕方としては、はい、自転車かまず楽器かってことですか。そうですね、自転車の好きな方はもう自転車で、はい、楽器音楽がお好きな方はそちらの方で。同じ時間帯ですもんね。そうですね、はい。そして2日、はい、2日目はどうなんでしょうか。はい、2日目はですね、千曲市の戸倉創造館、で、まず最初に、このメンバーたちのトークセッションがあります。はいはいはい、その後豪華メンバーによる演奏コンサートが8時までございます。1日に日に参加された宇治木さんも、はい、もちろん、はい、もちろん宇治木さんは、
まあ、音楽も、そうですけど、先ほどお話した通り自転車も有名ですし、はい、バイクにも乗られますし、役者もされてるんですね、はいはいはい、それとキャスターもされてますし、もう幅広く芸能界で活動されてる方なので、話題としては相当面白いことが聞けると思います。司会者はどなたなんですか？はい、司会はですね、はい、ちょっと待ってください、はい、司会はね、広畑祐樹さんという、はい、マジシャンの方が、仕切ってもらいます。これは2日の日だけなんですけれども、はい、マジックを披露しがてら、こう司会進行をしていただくと。マジックも見れるんですね。そうです、マジックも見れます。素晴らしい。ですから、あの普通のコンサートのように、その演者から演者までのこの転換の間、皆さんを飽きさせないというか、はい、そういう思考になっています。すごく盛りだくさんなんですね。そうなんです、もう盛りだくさんで、はい、申し込みはですね、一応こちらチラシもありますし、まあ、インターネット上フェスの専用のアカウントの Facebook がありますので、そこにこちらの QR コードから、読み取っていただければ、チケットのオーダーフォームに入りますので、そこから、チケットを購入していただきたいというのが一つです。それと、まあ、ちょっとこの連休の最中になると思うんですけれども、実際に、協賛してこちらもらってます、うん、セブンイレブンの、はい、お屋敷商事のグループ各店舗、はい、それと神山田のフロスタさんというところで、チケットを実際に取り扱います。これはでも2日目のライブのチケットだけです。あ、なるほど、はい、もしあのインターネットでやる場合は何と検索すればいいでしょうか？はい、インターネットの場合は、湯煙ロックフェスというふうに検索してもらうと、はい、まあ、Facebook、Instagram、X とつながるかと思います。そこからチケット販売の方に、はい、チケット販売の方に URL を添付してありますので、そこから入っていただければ、はい、大丈夫です。安川さんとしては今後どんなふうにこう夢があるんでしょうか？はい、ですね、こちら湯煙ロックフェス、今ファーストとなっておりますけれども、まあ、千曲市、まあ、上田市も含めてですね、はい、まあ、榊町も含めて、はい、大きなこう今回輪ができました。このやることによってですね、いろんな人の輪ができているので、まあ、それをより大きくしてですね、まあ、ゆくもりロックフェスセカンドサードとですね、少しずつ大きくしていって、はい、まあ、千曲市の場合ですね、文化会館、創造館、あとアンズホール、含めてですね、結構その箱っていうかやる場所がたくさんあるんですね。でそこを同じ日に全部使ってやれば本当に2000人とかの規模にできると思うんです。だからそうすればですね、本当に千曲市も活性すると思いますし、まあ本当に夢ではありますけれども、そんな取り組みにできたらいいかなと思ってます。ぜひ希望に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。